Jビレッジで開かれたサッカー教室。講師として招かれたのは元なでしこジャパンの川澄奈穂美選手です。川澄選手は2011年の女子ワールドカップで2得点を挙げ世界一に貢献。現在はアメリカのプロリーグでプレーする傍ら、サッカーの普及活動を行っています。今日は楢葉小学校の4年生から6年生51人が参加し、川澄選手から指導を受けながらパスなどの練習をした後、チームに分かれて試合を行いました。最後は川澄選手も試合に参加し、子どもたちからは大きな歓声が上がりました。その最後のなんかサッカー選手と一緒にサッカーをしたのが楽しかったです。この後行われたトークショーでは、川澄選手が子どもたちには何事にもチャレンジしてほしいと夢を持つことの大切さを伝えました。川澄先生がサッカー頑張ったように水泳私も頑張りたいです。やっぱり打ち込めることがあるって人生がとても楽しくなると思うので、みんなにそういうものがあれば私もみんなのことを応援したいなっていうふうに思います。 J ビレッジでは今後もこうしたイベントを行い、県内の競技人口を増やしていきたいとしています。